VR とかすごくやっぱり技術系にもすごくやっぱ注目されてる技術であって、まあいろいろすごくいろいろ可能性があるといいますか技術だと思うんですけど、僕ら今回やっぱり実際、まあ、VR で何かしようと思った時に、これを VR でっていうアイデアからやっぱり入っていかないと、やっぱり VR のものっていうのもなかなか作れないですので、もちろんそういうアイデアが出てきた時は検討はしますが、まだ今はそのワールドの本編っていうところを集中して作ってますので、で、まあ、今後のことを言ったら、まあ、その中でもこれで VR やったら面白いなとか、こんな遊び VR で面白いなとか思ったら考えるかもしれないですけど、今のところはちょっと未定ですね。係啦，咁 VR 嗰方面其實佢都提到啦 ，VR 的而且確係一個而家好受注目嘅新科技嚟嘅。咁但係佢自己嘅諗法，佢覺得製作一隻 VR 嘅遊戲咧，一定要首先喺 VR 呢一個前提度去發展佢哋嘅思考嘅。咁但係今次佢哋而家製作緊嘅遊戲，首先都係喺個世界度而家發展緊啦。咁暫時都未有咧一啲同 VR 有關嘅計劃嘅。咁當然今後如果佢哋諗到一啲同 VR 有關嘅，亦都可能會去進行一啲 VR 嘅開發嘅。そうですね、実はモンスターハンターシリーズって日本ではずっともう 何年くらい10年近くぐらい大会やってまして、そこで一番うまい、プレイヤーを決めたりとかっていう大会はまずやってましたと。其實佢都想講翻啦，本身 Monolithion 系列咧喺日本嗰邊咧，大概十年前左右開始已經會搞一啲比賽活動噶啦。で、今回もモンスターハンターっていうのは特徴的なのがですね、まあ、ストリートファイターとか対戦ではなくてこれ協力ゲームなんですね。なのでちょっとそこっていうのが対戦格闘でハマってる e スポーツの形とはまたちょっとやっぱりやるとしたら違うと形っていうのを考えないといけない部分もありますので、興味はあるんですけど、やっぱりそこら辺はちょっと対戦とは違う形っていうのを考えていく必要があるので、まあ、そこら辺の課題がもしクリアできたらっていう感じですかね。另一方面咧，因為其實 Monolithion 即係遊戲咧，就唔同一啲可能街頭霸王呢啲遊戲咁係對戰型，而係佢一個合作型嘅遊戲嚟嘅。咁所以如果佢真係要發展一個電競嘅話咧，都要考慮到呢啲因素點樣先一個正確嘅競爭方法啦。咁暫時嚟講咧，佢哋都會去好好地咁計劃一下先，睇下會唔會有進一步行動嘅。